さんこんにちは。シスハラだけはやめておけ、ジャパンサイファイの J です。今日はドラマアソーカ予告編徹底解説考察。 Hey Sky Guy、 本日は一緒に解説してくれる暗黒教のモールさんをお呼びしております。モールさんこんにちは。 Hello Listeners。 ねえモールさん、あなたよりも先にアソーカの方がドラマ化されるなんて本当にめでたいですよね。アソーカ、え、どうしましたモールさん。アソーカー、アソーカー。はい、というわけでモールさんを片付けたところで、予告編に登場していたオレンジ色のダークジェダイ、一体誰なのでしょうか。そしてアソーカの敵となるスローン大帝督の目的とは何でしょうか。早速予告編を解説考察していきましょう。まず冒頭のシーン、冒頭ではアソーカがとある遺跡を訪れています。アソーカがライトセーバーを突き刺したこのエリア、中心部には円形が描かれていますね。この円形のような遺跡はスターウォーズの世界で何度も出てきていて、同じものではありませんが、フォースの力が強い場所を示すもののようです。例えばジェダイ評議会の床にも同じ似たような円形の紋章がありましたし、反乱者たちで登場した世界の狭間の世界の紋章にも似ていますね。おそらくアソーカが訪れたのは古代のジェダイ寺院の遺跡だと考えられますね。またここでアソーカ先生はライトセーバーを床に突き刺し、回転攻撃ムーブを発動させています。この回転攻撃ムーブはもちろんアソーカ大先生のお得意のムーブですね。アソーカはアナキンの弟子であり、そして二刀流のフォーム、ジャーカイを得意としています。アソーカの二刀流を起点とした鮮やかな動き、めちゃくちゃ好きなんですよね。さてこの床に突き刺して回転させるムーブ、なんと見覚えがあるなぁと、なんか見覚えがあるなぁと思ったら、クローンウォーズシーズン7でアソーカが使用していた動きでした。このムーブめっちゃかっこいいんですよね。ちなみにアソーカの頭に生えているモントラルと呼ばれる耳のような器官、実はこれ特撮技術がマンダロリアンシーズン2で登場した時よりも進化しているらしく、耳の内部には骨格まで再現されているのだとか。やばいですよね。そしてこの予告編で驚いたのは、なんと反乱者たちのメインキャラクターたちが帰ってきたこと。みんな出し惜しみなく帰ってきましたね。ゼブはマンダロリアンで先行して実写化されましたが、アソーカではサビーヌ・レンのその子が描かれるようです。さらにヘラ・シンドゥーラとチョッパーも実写化。反乱者たちのメンバー復活は楽しみですね。特にサビーヌとエズラは最後別れた時は非常にいい関係にありましたから、エズラが最後に戻ってくるなんていうエピソードになるのかもしれませんね。そして実写化が決定したヘラが乗っているのはファントム、ヘラの宇宙船ゴーストの一部ですね。またヘラのジャケットの背後をよく見るとゴーストクルーのロゴが入っています。ちなみにゴーストは静止映画にもかなり登場していて、ローグワンのスカリフの戦い、エピソード9のエクセゴルの戦いにも参加しています。ちなみにヘラのドロイドチョッパーもローグワンに登場してからカムバックを果たしていますね。アソーカを取り囲んでいるのは謎のドロイド、しかしそのデザインを見るにエピソード3に登場したマグナガードのように見えます。しかしその頭や全身各所は赤にペイントされています。つまりこれは死生ターナルに属する組織のドロイド、またはスローン大帝督が率いる軍隊のドロイドなのかもしれませんね。そうするとアソーカのあらすじで考えられる仮説はこうです。アソーカはエズラを見つけるために銀河の道領域へと旅していった。エズラを追うためにそこに存在する未知のジェダイ寺院を旅し、スローン大帝督が統率する軍隊と交戦を開始したなんていう物語かもしれません。もしアソーカが我々のよく知る銀河にいたのであれば、ルークのアカデミーを手伝っているはずですからね。ルークがエピソード8のような堅物なおっさんになってしまったのは、アソーカが未知領域へ旅立って誰もルークを助けてくれなかったからとも考えられるわけです。そしてこのドロイド、どう考えてもこの武装はジェダイを倒すために設計されています。格闘戦向けのドロイドですもんね。つまりスローン大帝督が銀河の未知領域から帰還した時に、ルークが再建しようとした新たなジェダイオーダーを妨害するための軍隊を用意していたのだと考えられます。そしてこのアソーカの最大の敵となるのはスローン大帝督。スローン大帝督はチスと呼ばれる種族の男性で、帝国では超強力、超優秀な指揮官でした。敵を倒すためには敵種族の文化、芸術すらも学び取り、完全な戦略で敵を粉砕する超有能指揮官でした。もしスローンがエピソード4から6の間に登場していたのならば、帝国軍の勝利も変わっていたのかもしれません。しかしスローンは反乱者たちで、主人公エズラがスローンを連れ未知領域へと旅立ったため、エピソード4から6の戦いには参戦していませんでした。しかしスローン大帝督の帰還はマンダロリアンシーズン3エピソード7でほのめかされている通り、もうすぐなのかもしれませんね。スローンの目的はルークが復活させようとしているジェダイオーダー、そして新共和国の破壊だと考えられます。しかし映画のエピソード7から9の間にスローンの影響を感じることはできませんでしたから、もしかしたら
またスローンは時間稼ぎにあってエピソード10でやっと真の敵として姿を現すのかもしれませんね。つまりエピソード10でレイ率いるジェダイオーダーとスローン大帝督率いる未知領域軍隊が全面衝突すると考えられます。まあさすがにもうエピソード10でパルパティーン復活なんてのはありえないですからね。もうパルパティーンおじいちゃんを休ませてあげてほしいですね。あとちなみにレイとスローンが戦うとなった時にレイ・スローン提督という全く別のキャラもいるので、まあややこしいですね。また予告編の中でアソーカが言っていたスローンは帝国の後継者として帰ってくるというセリフ、この帝国の後継者 Heir to the Empire はもちろん伝説の小説ティモシー・ザンの小説の題名から取ってきていますね。この小説ではスローン大帝督とジョラス・シボースというダークジェダイの敵が登場してきます。そう、このダークジェダイこそが予告編に登場した2人の謎の敵の正体だと考えられます。制作総指揮を務めるフィローニ監督はかつてのレジェンズ小説を静止に持ってこようとする動きがあります。スローン大帝督が静止となったように、アソーカの予告編に登場する2人の人物は小説と同じようにダークジェダイである可能性が高いですね。ダークジェダイとはシスではないもののダークサイドのフォースを使用するフォース観能者。アソーカの予告編に登場しているのはマスターを務めるベイロン、そしてその弟子を務める女性シン。少なくとも彼らはシス教でないのは間違いないでしょう。なぜなら彼らのブレードは赤ではなくオレンジ。そして弟子のシンをよく見るとパダワンブレード、パダワン特有の編んだ髪の毛を見つけることができます。これらの習慣はシスにはないのでダークジェダイである可能性が高いと言っていいでしょう。またオレンジ色のセーバーもシスであれば通常のクリスタルに流血を強いることで真っ赤なシンクのセーバーを作り出しますが、ダークサイドに落ちきっていないシスではないということで中途半端なオレンジ色のセーバーになったと考えると辻褄が合いますね。そしてアソーカとベイロンが戦うシーン、久しぶりのジェダイ同士のライトセーバー戦が見れるというのは楽しみですね。オビワン以来でしょうか。しかし気になるのはこの背景ですね。背景に映る白い筋のようなもの、これはおそらく反乱者たちで登場した世界の狭間の世界ではないでしょうか。おそらくは未知領域から戻るために世界の狭間の世界、すなわちタイムトラベルや空間を結ぶ力を使って戻ろうとしているのかもしれませんね。そう、実はアニメシリーズ反乱者たちではタイムトラベルの概念が存在することが分かっています。おそらくスローン大帝督やベイロンの目的は世界の狭間の世界の力を使うこと、それを阻止するためにアソーカが戦うという物語になるのかもしれません。またこの交戦シーン、ベイロンの体格のいいパワーアタックに対してアソーカは正面から受け止め、その衝撃を逃がすために片足で柱を蹴りつけています。これは素晴らしいライトセーバー戦ですね。今から見るのがめちゃくちゃ楽しみです。アソーカはクローンウォーズを見ていたファンがアニメシリーズを楽しみながら一緒に育ってきたキャラなので、こうして実写で単独のドラマシリーズを見ることができるというのは非常に楽しみですね。個人的にライトセーバーがたくさん出てくれる物語の方がすごく好きなのでめっちゃ楽しみです。やっぱりね、ブラスターがいいんですけどライトセーバーなんですよ。あとアソーカのライトセーバーの効果音めっちゃかっこよくないですか。好きすぎてマイライトセーバーに組み込んでいます。皆さんはドラマアソーカにどのような期待をしていますか。ぜひコメント欄で教えてください。私は過去の回想シーンで荒木に登場してほしいですね。